はい、皆さんどうも、ビップです。はい、ということで、今日はですね、菅野選手の次に、リクエストが多かった、山岡投手ですね。はい。山岡投手の攻略方法というのを紹介していきたいと思います。はい。そうですね、山岡投手なんですけど、まあ、球種がいっぱいありまして、ちょっと狙い球を絞りにくいという形になってるんですけど、まあ、一番主に皆さんが打ちにくいと思ってるのは、やっぱりドロップカーブと、縦スラですね。これの判断っていうのがかなり難しいと。はい。なんで狙い球なんですけども、まあ僕は基本、まあ、相手の癖とかにもよるんですけど、まあ、基本やっぱりドロップカーブと縦スラを狙っていくような形になりますね。ストレートとかをバンバン投げてくるような相手でしたら、まあストレートを狙いながらっていうのもあるんですけども、ストレートが投げるの少ないと、山岡投手、まあ、ストレートがあんまり速くないんで、ストレートをあんまり投げない方とかであれば、もう本当にドロップカーブと縦スラだけをひたすら狙っていくっていう打ち方になっていきますね。はい。まあね、皆さんに結構毎回菅野投手の時とかも言いましたけど、意識割り切ってもう割り切ってくださいっていうことを言ったんですけども、まあなかなか割り切るのって難しいと思うんですけど、まあそこをね、ちょっと一旦もうパッとストレートを捨てるとか、そういう打ち方をしていけば、もしかしたら打率とかもね、上がっていくと思うんで、まあそれを参考に、ちょっとまあ今から僕のプレイしてる動画を流しますんで、まあそれをちょっと参考にしてもらって、どういう感じで打ってるかとか、まあ細かい解説とかもかなりしてるんで、ぜひよかったらね、最後まで見てください。はい、ということで試合の方行きましょう。はい、やってきました。ということで、相手山岡投手ですね。ちょっと一番最初の1打席なんですけども、ちょっとね、何もちょっと解説せずに、ちょっとね、飛ばさずにちょっと見てもらってもいいですか。まあなんかちょっと意識して、後でね、皆さんに質問ちょっと投げかけますんで、ちょっとどんな感じで1打席意識してるか、僕がねどんな感じで意識してるかっていうのをちょっと考えてみてもらってもいいですか。はい、どうですか、なんか分かりますかね。はい、ということで、今の1打席で何か感じましたかね。僕なんですけども、1打席目は絶対最初僕ストレート待ちをするんですよね。でストレートが来ない場合は基本的に3、4球は僕見ます。絶対、まあ、絶対とか分かんないですけど、だから狙い球が来ない限り、一番最初の打席っていうのは球を見ますね。相手の癖を見るんですよ。ここで例えば、ここで今回のピッチャーなんですけども、ストレートがこの 3,4 球の間で来なかったと。ストレートが 3,4 球の間で来ないっていうことは、基本的にこれからもストレートを投げないっていうのが大体なんですよね。それなんで、もうここで僕はストレートをスパッとも捨てるっていう考えをここでまず持ちます。まあカウントにもよるんですけどね。例えば2ストライク、ノーボールとか、ノーボール2ストライクとか、ね、そういう感じのカウントになれば、やっぱストレートを待っとかないといけないんですけども、やっぱもうここで僕はね、完全にストレートをね、捨ててますね。はい。次なんですけども、まあちょっと軽く見てもらって、はい。まあこれはストレートを狙いながらのチェンジオブペースを打っていったって感じなんですけど、ここでちょっと一旦ドロップカーブと、縦スラですね、の判断の仕方っていうのを解説していきたいと思います。これ今縦スラなんですけど、打ったの。ちょっと見てくださいね。はい。これまずドロップカーブです。縦スラ。ドロップカーブ。っていう順でちょっと見て、もらって、はい。で、ドロップカーブと縦スラの見分け方なんですけども、僕の場合ですよ。こう投げてきますよね。ここです。この曲がり始めの、この速度ですね。この速度感っていうのは、まあ、この前も言った通り体感速度なんですけども、ここがやっぱり縦スラとドロップカーブ全然違います。次、ドロップカーブいきますね。手が離れてから、この球が移ってからの、変化する瞬間です。ここです。ここがドロップカーブかなり速いです。これちょっと巻き戻したスピード感でもわかると思うんですけど、全然違うんですよね。ちょっともう一回ね、
振り返って見てみましょうか。ドロップカーブと縦スラ、これドロップカーブ、縦スラ、ほら全然違うでしょ。ドロップカーブは曲がり始めがゆっくり、縦スラはキュッと落ちてきます。はい、っていうのを意識してちょっと今から打つのを見てもらいたいんですけども、またこの後もねいろいろ解説していくんですけど、ちょっとこれがね次確か、はい、ドロップがこれねちょっとタイピンチがついてるんで、その辺の変化量もねちょっと分かっとかないと打率を上げるっていうのは難しいですね。タイピンチついた時の変化量ですね。このスラーブとかも結構インコース引っ掛ける方多いんで、こういうのも結構意識していかないといけないですね。で次多分ヒッティングします。ドロップカーブやったんですね多分。はい、もうこれちょっと一回縦スラかなと思ってカーソルを下にしてるんですけども、すぐにドロップカーブに対応していくと、これはもうスピード感で僕は判断してます。これもそうです、ちょっとね詳しく解説してるんですけど、はい、ここもね僕一旦ね上に行くんですよね。ドロップカーブかなと思うけどすぐ下にカーソルを持っていくと、もうここは変化量で分かる。最初やっぱドロップカーブを狙いに行ってるんですけど、この速度感ですぐに下にカーソルを持っていってます。はい、分かりましたかね。まあちょっと早口な解説になってしまったんですけども、まあこんな感じで僕はドロップカーブと縦スラを判断しているという形になってます。はい、それですね。まあこれちょっと流れで見てもらって、多分これ引っ掛けるんですよね。これはね僕多分縦スラやと思って、あドロップカーブやったみたいな感じでカーソルが追いつかなかったんですよね。これちょっと山川選手ミスしました。ここですね、はい、これドロップカーブやと思ってますね僕。あ縦スラやと思ってます完全に、けどドロップカーブで間に合わなかったと。この辺の判断っていうのは誤るとやっぱこういう感じになってしまうんで、まあその辺はちょっと難しいですけどもね。はい、で次なんですけども、カウントの話していきましょうか。はい、これワンストライクですね。で次これワンボール、はい、でワンワンの状況から何を待ってるかっていうのですけど、ここでストレートを反応で打つんです。ここはもうちょっと反応の部分もあるんですけども、ですね、カウントの話なんですけど、まあちょっと簡単に説明しますと、例えば今のカウントワンワンの状態でワンボールワンストライクですねの時で相手は2点負けてるんですよ。でそういう場合って大体相手はもう何て言うんですかね、早く自分の攻撃に行きたいと、まあ人にもよりますけど、そういう感情になってしまいがちなんで、やっぱねそういうところはストレートを僕は投げてくるんじゃないかなっていうふうに僕は感じてます。あとなんですけども、例えばこの今回の話じゃなくてですね、他の場合なんですけど、例えば今のが0対0の状況であれば、多分相手はもっと慎重な配球をしてくると思うんですけども、2点負けてるともうちょっとね感情的にやけくそになってる部分も多少あると思うんですよ。なんでいつもとちょっと違った配球をしてくるっていう方もおると思います。まあ例えばちょっとつながるんですけども、ホームラン打たれた後とかですよね。特にホームラン打たれた後は8割だいたいストレートきます。これ僕の見解ですけども、ホームラン打たれた後ってだいたい相手の方はやけくそになってストレートを投げてくるっていうのが僕は多いかなと思いますね。まあ例えばノー2とかノー3とかの場合ですよね。そういう場合もストレートが多いかなと思います。そこで変化球投げてくるからってあんまりないんで、まあ相当クレイジーな方じゃないとノー3から変化球って投げてこないと思うんで、そういう場合はストレート系、まあ上方向の球を狙っていくっていう感じですね。まあそこで打ち損じてしまうともったいないんですけども、そこはもう確実に捉えていくということができる人であれば、もうノースリーから全然ヒッティングはしていっていいと思いますね。はい、まあこんな感じでちょっと簡単にカウントの話なんですけども、ここでちょっと一旦終わりにして、で次ですね、はい、でこの今の続きなんですけども、まあちょっと流れで見てもらって、はい、ちょっと解説あんまりしないでちょっと見てもらっていいですか。まあドロップカーブと縦スラのこの変化の違いっていうのもちょっとゆっくりここで見てもらうのもありかなと思うんで、はい、まあ今の縦スラなんですけど、これはね縦スラを狙いに行きすぎてのボール球を引っ掛けた感じなんですけども、運よくヒットになったっていう感じですかね。まあ今のはダメですね。はい、ボール球なんで、ボール球は絶対に振ったらいけないです。リアタイにおいてボール球を振るともう相手をすぐ楽にしてしまうんで、
ボール球を振ると勝てないっていうのはありますね。はい、これはもう大事です。だボール球とストライクの見分けっていうのも鍛えていかないとリアタイは勝てないですね。はい、まあ偉そうに言ってますけど僕もボール球振りますから、はい、まあ一応日本一っていう立場で言わせてもらってる部分もあるんですけどね。はい、偉そうですよね、ごめんなさい。今のも縦スラかなと思って D カーブ狙いに行ったって感じですね。これ最後です。ドロップカーブ完全にオンのホームラン打ちますね。はい、まあこんな感じになってますと。はい、っていう感じでどうでしたか。まあちょっと分かりにくかったかなっていうのもあるかもしれないんですけど、まあ僕なりの山岡投手の攻略法なんで、まあぜひね参考にしていただければなと思います。かなりね山岡選手の攻略動画出してほしいっていう声がねすごい多かったんで、まあ僕な、まあ、結構ちょっと前の動画なんですけど、まあ僕なりの攻略方法っていうのは少しでもねちょっと分かったかなと思います。はい、ってな感じで、まあ今回はねすごい真面目に話しましたけども、たまにこういうのもねあるんで、まあぜひねよかったらチャンネル登録、まあ高評価してもらえたらなと思います。ツイッターのね方もねフォローしてもらえると嬉しいです。はい、いろんなねちっちゃい攻略とかねイベントのやつをツイッターにちょっと載したりたまにしてるんで、あとまあ僕の意味わからん発言とかもねかなりツイッターでしてるんでまあそういったところもね見てもらいたいんで、ぜひツイッターの方のフォローもお願いします。はい、っていうような感じで今回の攻略動画はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。